家庭菜園ライフ。藤沢で菜園をやっている江口です。今日はここが撲滅の鍵、畑に潜む害虫を徹底的に仕留めるコツをご紹介します。白菜やキャベツなど冬野菜の収穫は終えられましたでしょうか。冬野菜を収穫後は春まで一旦家庭菜園をお休みになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。地をそのままにして春を迎えてしまうと畑が害虫だらけになってしまうことがあります。今日はその畑に潜む害虫を徹底的に仕留めるコツをご紹介していきます。最後には質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。まずは冬場に害虫を撃退する理由と方法です。害虫は卵のまま越冬したり、幼虫やサナギ、成虫、様々な形態で越冬していきます。畑で害虫の冬越しを許してしまうと、春に植えた野菜が食害を受けてしまいます。今の時期に冬越しをするこの害虫を撲滅しておくことで、春から元気な野菜を育てることができます。ぜひ対策をやっていきましょう。まず一つ目です。寒起こしです。土の内部を外気にさらすことで害虫が寒さで死滅します。また害虫の撃退以外にも土が柔らかくなる効果もあります。それではやっていきましょう。今回使うのはこの大きめのスコップになります。だいたい少なくともここの幅が30センチぐらいなんですけど、最低このぐらいは返していった方がいいです。このように深く入れましたら、その土をそのまま持ち上げてこれをひっくり返します。同じようにやりたいところを掘ってひっくり返します。春の次の作付けの土作りまでこのようにしといてください。でたまにどうしても土が硬いところとかは木の塊のままあると思うんですが、まあ、あまりにも木は少し崩した方がいいんですが、そのままにしといても雨が降ったりとかそういった形で自然に最終的にこういった細かくなっていきますので、基本的にはこのままにしといていただいて大丈夫です。ぜひやってみてください。それでは2つ目です。天地返しをして害虫を捕殺していきましょう。その名の通り、上層の土と下層の土を入れ替えを行う作業です。では天地返しをしていきます。まずはこの天地返ししたいところの上層部の土を避けていきます。ではこのように上層を掘ったらば、次は下層部分も掘って避けていきます。この時避ける土が上層部の方に行かないように、混ざらないように気をつけてください。左右で分けとくと分かりやすいですかね。よいしょ。それでは、最初に掘った上層部の方の害虫などをチェックしていた場合は捕殺していきましょう。こちらが掘り出した上層部の土になります。結構この寒くなったからといって表面上は見えなくても、中の方にはヨトウムシやコガネムシ、あとカブラヤガなど害虫が結構潜ってくることがあります。なので、ちょっとしっかり見ていきましょう。こういう塊の中にもですね、いる場合があるので、しっかり見ていきます。これが来年まで残ってしまうとまた出てきてしまって、苗の小さい段階で食害されてしまったりするので、ここでやっとくといいと思います。それでは害虫チェックは終わりましたので、上層部の土を戻していきたいと思います。よいしょ。これで上層部の土が下に入りました。で続けて下から掘り出した土を今度さらにその上にかぶせていきます。これでかけ終わりました。ほうれん草や小松菜などすぐ植えたい方は、ぜひこの方法を試してみてください。それでは3つ目です。越冬する害虫を捕殺していきましょう。越冬する害虫としてはアブラムシが多く、そら豆の成長点、イチゴのクラウンなどにつきます。冬越しさせる白菜の下葉や大根の下葉に潜んで越冬することもあります。見つけ次第捕殺していきましょう。ではこちらのそら豆を見ていきましょう。びっちりと大きいのか小さいのまでアブラムシが成長点についています。ここの栄養を吸い取るだけではなく、このアブラムシ自体が持ってくる病気を移されてしまう可能性があるので、できるだけ取っていきたいです。毛先が柔らかいやつでと撫でながら、まずは下に落としていくという方法があります。アブラムシはやはりちっちゃいので、ちょっと吐くだけでこのようにですね、ポロポロと下に落ちていきます。筆の部分もですね、硬すぎるとやはり新芽の部分は柔らかいので傷が ついてしまうので、柔らかめを選択するようにしてください。このようにたくさんついていたアブラムシが綺麗に落ちることができました。ただしこのように見ていただくとマルチ状に落ちています。
このままだとまた結局戻ってきてしまうので、回収をする必要があります。方法としては水で外に押し出してしまう方法もありますが、こういった粘着力の弱めの養生テープなどを使ってこのように輪っかにして、こうやってコロッと転がすとこのようにきれいに取ることができます。ぜひこのような方法もやっていただけたらと思います。4つ目です。残砂に潜む害虫を撃退していきましょう。残砂を畑にすき込む場合や畑内に置いておく場合があると思います。その場合も害虫がいないかチェックしていきましょう。畑に放置しておく場合は冷気が当たるように切り返しをしていきましょう。それでは切り返しを行っていきます。よいしょ。こういった残砂置き場は大量に積まれていて、表面は冷気が当たるんですが、中は逆に意外と暖かくなって越冬しやすい環境になっている場合があります。表面に出してしっかりと冷気を当てていくということが大切になります。よいしょ。ぜひやってみてください。5つ目です。こちらはプランターの場合になりますが、熱湯消毒をしていきましょう。たっぷりの熱湯をプランターにかけましょう。熱湯をかけることで害虫も死滅します。この方法では土の中にいる害虫などが熱湯で死滅します。中にいる有益な微生物も死んでしまうのではないかということなんですけども、確かにその有益な微生物も一時的には死んでしまいます。ただし全部が死滅してしまうわけではないので、春頃になり暖かくなってくるとまた微生物も元に戻ってくるので、ご心配しないでください。プランター栽培の場合はぜひこちらもやってみてください。それでは質問コーナーです。こちらの12月初旬に注意したい白菜の育て方の動画にコメントいただきました。質問です。タイニーシュシュミニ白菜を育てているのですが、最近葉の裏に小さな虫がいます。多分アブラムシではないと思います。細長い線のような虫で、動かなかったら小さな虫と気づかないぐらい細い虫です。害虫なのか益虫なのか分かりませんが、見つけたらとりあえず潰しています。これが何の虫なのか、分かりましたら教えていただけたら助かります。というコメントをいただきました。可能性として考えられるのは、ヨトウムシなどの害虫のまだ生まれたての小さい時はまだ細い場合がありますので、そちらの可能性もありますので、基本的に害虫と見ていただいて、今やっていただいているように、見つけたら、捕まえて捕殺していただくという、対応がいいかなと思います。寒い冬でもこういった害虫がいますので、日々チェックして、対策していきましょう。今日は畑に潜む害虫を徹底的に仕留めるコツをご紹介しました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。